むこし、ようこありけり。そのきつね、九つの尾あり。その尾、一度振らば、山崩れ津波立つ。これに講じて、人ども忍びの輩を集めけり。わずか一人が忍びの者、生死をかけこれを封印せしめるが、その者死にけり。その忍びの者、名を四代目火影と申す。あれから12年、月日が経つのは早いものじゃな。お前たちのおかげで九尾は封じられ、里には平穏が。あれ、じいちゃんってばこんなとこで何やってんだ。うん、おう、ナルトか。こんなところで会うとは珍しいな。ぼーっとしちゃってさ、変なじいちゃん。こやつの名は渦巻ナルト、アカデミーの生徒であり、12年前のあの日、その体に九尾を封じられた子でもある。ん？どうしたんだってばよ。おい、ちょっと考え事をしておってな。そういえば、ナルトはなぜここに来たのじゃ。やっててさ。こら、ナルト、どこ行った。またいたずらをしよって。今度という今度は許さんぞ。やっべー、イルカ先生。そんじゃな、じいちゃん。やれやれ、騒がしいやつよ。しかし、今は平穏、平和じゃぞ、四代目よ。俺の名前は渦巻きになると、いずれ木の葉の里で一番偉い火影になる男だってばよ。そんな俺もついにアカデミーを卒業。学校ではイルカ先生にずっと世話になっちまったけど、ま、こっから見ててくれよ。すぐにすげえ忍者になって、みんなに俺の存在を認めさせてやっからさ。しかし、いたずら小僧だったお前もついにアカデミーを卒業か。にしし、ナルト、お前もこれからは木の葉の忍びだ。今まで以上に頑張るんだぞ。おう、見ててくれよイルカ先生。これからこの渦巻きナルト様の大活躍が始まるってばよ。下忍になると、スリーマンセルっていう3人1組のチームを組んで、担当上人のもと一緒に任務をやることになるんだ。それじゃあ早速俺のチームを紹介するぜ。まずは俺の憧れ、春のさくらちゃん。可愛いってばよ。もう一人はすかした野郎の内川サスケ。こいつってばなんかムカつくんだよな。そして俺たちを束ねる上人、畑かかし先生。ボケーっとしてて何考えてんのかわかんねえけど、大丈夫なのかな、この先生。よし、まずはサバイバル演習をやるぞ。
練習って私たちアカデミーで何度もやってきたのに。ふん。ようやく俺の実力を見せつける時が来たってばよ。高橋先生、ここで何の演習を始めるつもり？今からやる演習はただの演習じゃない。これからお前たちが下忍としてやっていけるのかどうかを見極めるテストだ。テスト？卒業生27名中、下忍と認められるのはわずか9名。この演習は脱落率 66% 以上の超難関試験だ。そんな。じゃあアカデミーの卒業試験って何だったのよ？あれはただの下忍になる可能性のあるものを選抜するだけ。何？ちくしょう。こんなとこで落とされてたまるか。ま、お前たちにやってもらうのは簡単なことだ。この鈴を俺から奪い取れれば合格。それだけ？そんなのすぐに奪い取ってやるってばよ。どうやらやる気出てきたみたいね。さて、それじゃあサバイバル演習開始だ。開始。ナルトが俺を引きつけている間に他の二人が俺の隙を狙っていたか。鈴は取れなかったが、どうやらこいつらは忍びにとって大切なものが何なのか薄々分かっているようだな。よし、合格。でも俺たち鈴取れてねえってばよ。俺が見ていたのはお前たちの個人技能じゃない、チームワークだ。チームワーク？任務は班で行うものだ。そこで大事なのはチームワーク。もしこれを乱してしまうと班全体を危機にさらすことになる。確かに忍者の世界ではルールや掟は大切だ。掟を守らない奴はクズ呼ばわりされるしな。けどな、
仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。だがお前たちはそれが分かっているようだな。まあこれからもっと鍛えなきゃいけないけど。なんかかっこいい。よし、これにて演習終了。第7班は明日から任務開始だ。正式な下忍になった私たちは飼い猫探しや子守、そういういろんな任務をやってたんだけど、ナルトは暇だ暇だって文句ばっかり。ほんとわがままなやつ。でもそんなナルトの姿を見かねた三代目ホカゲ様が、普段より一つランクが上の C ランク任務を与えてくれたの。おかげでナルトはすごく張り切ってるけど、はぁ、大丈夫かしら。よし、いいか。これから行う任務は、依頼主である手綱さんを波の国まで無事に送り届けることだ。手綱さんは波の国の橋作りの名人、重要人物だ。しっかり護衛するように。ボス！さーて、それじゃあ波の国に向けて出発だ。想像しいやつね。どうやら今回の任務はただの任務じゃないよ。依頼主を狙って忍びが襲ってきやがった。桃地ザブザ、元霧隠れの里の忍びで超 S 級重罪。この先確かにただの忍びじゃないよ。この眉なし、お前のビンゴブックに載せとけ。いずれ木ノ葉隠れの木陰になる男。木ノ葉流忍者渦巻きナルトってな。ふぅ、なんとかザブザを倒した俺たちだったが、そこにハクという名の謎の忍びが現れた。どうやら霧隠れの追人としてザブザを追ってきたようだな。この少年、歳はナルトたちと大して変わらないのに、かなりのやり手のようだな。まあとりあえず俺たちに危害を加える気はないみたいだけど。やめろ、ナルト。彼は霧隠れの追い人だ。里を抜けたザブザを始末するために来たんだろう。始末って、あいつってば俺と同じくらいなのに。この世界にはお前より年下で俺より強いガキもいる。そんな。いろいろあったけど、ようやく波の国に到着。でも、カカシ先生はザブザとの戦いでシャリンガンを使いすぎちまってぶっ倒れちまった。仕方ないから、俺たちも波の国で休息を取ることになったんだけど。え？その時間を利用して俺たちに修行をさせる？それって本当？カカシ先生、やったー。さて、お前たちにはこれから
チャクラコントロールの修行をやってもらう。チャクラコントロール？それってばどんな修行？木登り。木登り？そう。これから手を使わずに木を登ってもらう。ことでへこたれる俺様じゃねえぞ。俺は火影になる男だ。こんなとこで諦めてたまるか。あとサスケには絶対負けたくねえし。で、何度も頑張ってたら、あら、なんか少しずつできるようになってきたってばよ。にゃへへ、やっぱ俺って才能あるかも。どうだい、俺ってばチャクラコントロールを得得したってばよ。木登り修行か。確かにチャクラコントロールをつかむにはいい修行だが、くそ、なかなかうまくいかない。だが時間をかけ何度も挑戦するうちに修行のコツは分かってきた。よし、これならいけるぜ。チャクラコントロールか。カカシ先生、もう少しでこの橋も完成ね。ああ、そうだな。そしたら手綱さんの護衛も終わるし、私たちの任務もようやく終わりか。にしてもナルトったら無茶しすぎよね。修行から帰ってくるなり倒れて、それからずっと眠ってるんだもん。ま、あいつも頑張ってたからな。ゆっくり体を休めることも大事。どうしたの先生？カカシ。ああ、どうやら嫌な予感が当たったようだな。やはり生きていたな、ザン。すぐあの世に送ってやるぜ。どうやらそこのお面ちゃんもそっちの味方だったみたいね。なるほど、追人とは仮の姿で俺たちを油断させてザブザを助けたわけ。恨まないでください。こうするしかなかったんです。あいつは俺がやる。え、俺はああいうすかしたガキが一番嫌いだ。でも大丈夫だってばよ。え、この声って。渦巻きになると、ただいま剣山。この俺が来たからには誰も傷つけさせねえぜ。ナルト、寝坊したくせに何を偉そうにしてんのよ、あいつは。バカな。クズ、サスケ、足引っ張んなよ。あのハクというやつ、まさか決定限界を持っているとは。このままでは。
俺もナルトもそうは持たない。くそ、俺はこんなところでやられるわけにはいかないんだ。落ち着け、集中しろ、そして見切れ。奴の動きが見える。これが車輪が。次で決めます。ナルトに攻撃目標を変えた。間に合え。サスケ。まったく、お前はいつまでたっても足でまとったぜ。なんで俺なんか。余計なお世話だ。体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。お前は死んだ。サスケ。仲間の死は初めてですか。これが忍びの道ですよ。開始。この子にはかないません。ザブザさん。さすがにやるな、ザブザ。サルマネジャー、この俺は倒せないぜ。それは最後までやってみないとわからない。
お前は危険すぎる。波の国の未来のため、お前はここで消えろ。お前は俺に勝てねえよ、シャル野郎。お前の未来は死だ。戦闘開始。震えてる。戦いの手本を見せた。これで最後だ。コピーした忍術を見せてやるよ。大突破、大突破、水流弾の術、高火球の術。まあこんなもんか。どうしてだ。なぜついていけない。さよならだ、鬼人よ。結局この戦いはザブザの雇い主であるガトーの裏切りで終わった。ハクというあの少年は命を落とし、そしてザブザも。ハク。ずっとそばにいたんだ。せめて最後もお前のそばで。できるならお前と同じ場所に生きてえな。俺も。いけるさ、ザブザ。二人一緒に。ねえ、カカシ先生。ん？結局この二人って雇い主に道具のように扱われてただけじゃない？忍者のあり方ってやっぱりこの二人みたいに道具として生きていくことなのかな。そうだな。忍びってのは自分の存在理由を求めちゃいけない。それは木の葉でも同じだよ。本物の忍者になるってそういうことなのかな。なんかさ、俺ってばそれ嫌だ。あんたもそう思うのか。うん？いやな、忍びってのは知らず知らずそのことに悩んで生きてるのさ。ザブザやあの子のように。よし、今決めたってばよ。俺は俺の人道を言ってやる。絶対後悔なんかしねえ道をまっすぐ突っ走ってやるってばよ。ふさて、それじゃそろそろ帰るぞ。この葉隠れの里に。